海の生態系や環境に深刻な影響を及ぼしている海洋ごみの問題を伝えたいと、佐賀県唐津市に住む2人の小学生がこうしたごみを使ってクジラの模型を作り上げました。半年がかりのプロジェクトです。長さ3メートルのカラフルなクジラの模型、昨日佐賀県唐津市のキャンプ場でお披露目されました。クジラの体にはタイヤのホイールに、表面にはサングラスまで貼り付けられています。これらすべて海に落ちていたゴミなんだそうです。クジラを製作したのは唐津市の鏡山小学校6年の田中ノアさんと笹山俊月くんです。海岸で拾い集めた漂着ゴミでクジラの模型を作るクジラプロジェクトです。クジラがプラスチックの袋をいっぱい食べて海に打ち上げられてるというニュースを見たので、このクジラにしました。環境がなんか悪くなっていったら、私たちもなんか過ごしにくいし嫌な気持ちになるので、これからも環境を守っていきたいと思って。2人は3年前から田中さんの母親の綾さんが運営しているロボット教室に通っています。綾さんは自然をテーマにしたイベントに廃材を活用したロボットを出展しようと考えていたことから、今回のプロジェクトを思いついたそうです。作るということはクリアしてきたなというふうに思ったんですね。で、その手にした武器をどう使うかっていうのを今度学ばないと、これ社会に何の役に立つんだろうっていうところで終わってしまう習い事になるなと思ってて。自然や廃材について学ぶ中で2人が着目したのは海。海の生き物がプラスチックごみを食べて命を失った写真を見たのがきっかけでした。海で拾ったゴミとかでおもちゃを作ることによって、その今海の中でどのようなことが起きているかとかが分かってくれるかなって思って。海岸でのゴミ拾いは唐津市を中心に今年3月から週に1回のペースで続けてきました。毎回溜まっててちょっと困ります。ゴミとかもたくさんあるのを知ってびっくりしました。環境省によりますと、全国の海岸で回収された漂着ゴミは2017年度がおよそ 5.5 万トン。 SDGs 世界の国々が2030年までに達成すべき持続可能な開発目標の一つにも海洋ゴミの大幅な削減が掲げられています。打ち上がったのがこれだけっていうのは、海の中でどれだけゴミがあるんだろうっていうのはやっぱすごい考えさせられますし。半年間に集めたゴミは45リットルのゴミ袋70個分以上に、さまざまなゴミが集まりました。クジラは色鮮やかにしてより多くの人の目に留まるように工夫しながら、ゴミを縫い付けたり貼り付けたりしていきました。やっぱ海にも網とかがいっぱいあって、これがクジラとかにも巻きついているのかなって思ったので、それをちょっとイメージしたりもしてます。そして昨日クジラが展示された環境保全のイベント、二人は海のゴミの状況について一緒に考えてもらおうと、家族連れなど集まったおよそ80人と一緒に海岸でゴミ拾いをしました。いっぱいありますね。すごいです。あ、どんどん人間が捨てたものがそのマイクロプラスチックとかになって、それを魚が食べて、それをまたその魚を人間が食べる菌が自分に返ってくる。最後に目に見立てたプラスチックゴミをみんなで貼り付けて、クジラの模型が完成です。活動してゴミのことを多くして、自分からも率先的にゴミとかを拾ってもらえるのが一番嬉しい。拾っても拾ってもまた流れて砂浜に流れ着くので、繰り返してやることが大切だと思います。
美しい地球を未来に残していくためにできることから一歩ずつ。2人はこれからも海のゴミ拾いを続けていくということです。